今下で聞いてる、はい、聞いていただいてるね、ミカさんとかずっと聞いていただ、ね、いて、マジョさんとか聞いて、もしなんかあのデザインのことでなんか聞きたいことがあるよって、はい、多分ね、そのミカさんはね、多分昨日僕ね、あれなんですよ、はい、あるクラブハウスの別の方のゲストに出て、ブランディングのこととかで喋らせてもらったんですけど、それで見つけていただいてね、フォローされてるあのデザイナーの方の同業種の方なんですよね。あ、そうなんですね。だからもしひょっとしたら、あのデザインのことについて聞きたいとかいうことがあれば、まあお二方ももちろんあの挙手していただいて、ね、今もあのちょっとだけですけど質問に、はい、この2人のデザイナーが答えますよということで ね超アナログな私と、ね、もうね、全然もちろんあのこれはあのちょっと言っとくんですけど、これアーカイブになるんでね、はい、あのこの音声をこう、はい、YouTube にこうアーカイブ化するんで、乗りますよっていうことなんですけども、それでもいいですか、すぐ出てきますよね、はい、よかったらどうですかっていう ね過去のも見れますもんね、過去のもまあ見れますしね、ね、質問があればもうなければ、はい、終わってしまうということなんですけれども、はい、あ、手が上がっています、ありがとうございます、マリオさん、はい、あ、ミカさんもありがとうございます、ありがとうございます、こんにちは、こんにちは、よろしくお願いします、よろしくお願いします、あ、わざわざ勇気を持って上がってきていただいてありがとうございます、ありがとうございますちょっとちょこちょこあの作業しながらだったんで聞き前になってたんですけども、あ、全然大丈夫ですよ、もうそんなもうゆるゆるのルームなんで、はい、はい、ちなみにマジョワさんはマジョワターモスさんってこれ本名なんですか？あ、私 SNS は基本的に自分のブランド名でやってるから、あ、あのブランド名ですね、クラブハウスの使い方が分からなくて、最初にそっちで登録しちゃったんですよ。あ、そういうことですね、そういうことですね、そっちの方が印象が強いから、一回見たら忘れられないって言われるんで、確かに、まあ、いいかなと思って、そのままにしてます、うん、ファッションデザイナーということで、はい、うん、あ、アクセサリーデザイナーの、アクセサリーデザイナーなんですか、はい、へえ。本当だね、やっぱり商品、商品というか、うん、作品が載ってますね、へー、見に行こう。やっぱりね、こうインスタ分かりやすいのいいっすよ ね、作品とか上げてはる場合はね、綺麗、あ、たくさん綺麗な の、ね、アクセサリー載ってます、ジェルキさんが好きそうなね、手作りの、やっぱりこう正しいインスタの使い方ですね、ありがとうございます、ね、うん、もう僕なんかはもう行ったところでこの人何やか分からんっていう感じになるんで何でもできはるから、いやいやいや、ほんまね、だからその分かりやすいのいいなと思うんですよね、見習わなかなというね、うん、マジョワさんのなんかありますか、はい、なんかデザインについてなんか聞きたいこととかなんかあったりし、うん、するんですか、実はコンサルの方についていただいて1週間勉強をする会を設けて、うん、今日15時から2回目が始まるんですけど、あ、そうなんですか、はい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 、それがあれなんですよね、うん、あの作品について 1、2年経ってもちょっと売れてないのは作品に問題があるから、作品にちゃんとあの考えを及ぼさないとねっていう話になって、あ、で同意して話を進めてはいるんですけれども、はい、結構緊張してて、そりゃそうっすよね、なんかその前にと思って、なんか少しでも話せたらなと思っちゃって、あー、よかったです、なんか予行演習的に使ってください、リハ的に使ってもらって、うん、ね、コンサルトなんて緊張しますもんね、ね、最終的には、はい、13文字のキャッチコピーのコンセプトを作るっていうところが目標なんですよ。あー、難しい、コピー難しいです、ね、文字これを1週間で作らなきゃいけないっていうので結構難しくって、自分の中で、そうですよね、なるほど、どう持っていこうかなと思っているところなんですけど、あ、なんかちなみに今作ってる、うん、今日持っていこうっていうやつはあるんですか、うん、あ、まだその段階じゃなくて3日目の最終日にその話に持ち込んで、まだ先なんですね、うん、はい、
の今日は作品についてなんで、あれなんですけど、まあ考えながらやらなきゃいけないなとは思ってはいて、うん、そっか、そうですね、13文字ね、自分のなんか売りとなるっていうかね、その時になんか、うん、作品の説明をするんですか、うん、なんか私最終的に作りたいものがあって、うん、でもそれシミケンさんとかに意味がわからないって言われちゃったんですよ、あーはーはー、意味がわからない、わからないって言われちゃって、はい、で、ね、売れる予測が今の段階でできないから、うんうん、あの着手できないんですよ実は、ファンがいないし、うん、それを分かってもらうためのビジュアルを作ってないし、うん、あのどういう風にアピールするかっていう部分をちょっと作りきれてないなっていうところで、うん、うん、って思っていて、でも作品とかなったら、ね、まさにチェリーキさんとかもそうで、はい、やっぱりあのインスタを活用するっていうね、そうですね、インスタはもう私本当にこう結構イメージ重視なところがあるので、はい、もうインスタは文を読まずしてまずこうね、どう、あ、面白いってものをいつも出すんですよね、うんうんうん、で後で読んでもらうっていうか、でインスタの使い方はいつも文字っていうか映像画像から入るから、こうインスタでは楽しい感じのを出して、はい、で後で読んでもらうっていう形ですかね、もしこのインスタをメインにされるんだったら、はい、まあでも分かりやすい、うん、あ、チェリキさんあれですね、うん、今おじねこさんのあれが古いやつがなってるから新しいとこに飛ばないですね、今見に行こう思ったら、なんと失礼な、なくなった方のいやです、投稿がありませんってなったから、あ、本当ですか、いや、ちょっと今すぐやり直します、お、素晴らしい、ね、おじ猫さんもとかね、ちるぎさんもその、はい、いろんなこう雑貨みたいなのも作ったりするから、はい、やっぱああいう系はやっぱりインスタがやっぱり強いっすよ ね、 ね、でまあ確かにね、最初からなかなかやっぱりちょっとこう売れるとかはないと思うんですけど、やっぱりそれをこうずっとこう配信してって、まあそのあとそのね、チェルギさんみたいにその思いみたいなのを載せるとやっぱいいんじゃないかなっていうね、うん、そうですね、なんか作品だけの説明じゃなくって、本当になぜこれをね、こうどういう思いで作ったりしたのかとかっていうことを結構載せたりとか、面白おかしく載せてますね結構、うんうんうん、そう、私もやってみよう、インスタ見に行けなかったですね、これ申し訳ないです、はい、失礼なことしてる私今までずっとそのパターンずっとそうなんでね、今まで、ほんじゃ、あ、チリキさんのインスタ見に行こうまた投稿がありませんみたいな、あ、この投稿してはらへんにはこの人ってずっと思われてません、これってどうやってインスタ直せばいいんですか、インスタどうなんやろうね、これちょっと待ってね、修正、昔すぎて忘れてます ね、 ね、一番最初やるのは楽ちんなんですけど ね、 ね、ちょっと、ね、書き換えるっていうのがね、プロフィールは書き換えれるんですけど、そう、うん、ほんまやね、インスタのあれを更新したいときどうすればいいんだというね。ね、ちょっと今すぐにできない。はい、できないです。もうインスタでおじねこさんって検索してもらうしかないね。はい、はい、ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。なんかね、コンサルでね、いい形で、ね、まあでもどのよう、うん、まずはやっぱり、うん、どのように発信して興味を持ってもらうかっていう本質は多分変わらないと思うんで、なんかまあ写真の、まあインスタって本当に写真のその最初のインパクトっていうか、その第一印象みたいなの大きいんで、やっぱりそのアクセサリーとかやったらやっぱ可愛く見えたりとか、パッと見てパッと流れて見た時に世界観が分かるみたいなのはやっぱ必要になってくるんちゃうかなというね。まさにそうですわ。おじねこさんとかチェリキさんのは本当になんか、はい、もうすごくバーッと一面で世界観がなんかすごくわかる
で気になったらそれにこうパッていくっていうね。だから順序がなんかやっぱあるかなと思って、まずやっぱり最初の第一印象はなんか重要じゃないかなとは思いますけどね、はい、そうですね、ね、でもまあそのコンサルにね、これから行かはるんで、その方がまあどのように言われるかっていうのはちょっとわからないですけど、まあそこで言われたことをまあちょっとやってみるっていうかね、ダメ出しというよりかはまずそのなんかそういうコンサルやってる人ってなんかいろんなケースをたくさん知ってはるから、あの道を教えてもらうっていう感じになると思うんですよ。だからあんまり怖がらずにその人がどんなことをこうアプローチされるかみたいなのをちょっと、まず一回ちょっとやってみようかなって言って変えて、次どう変わるかっていう、なんかそういうこう段階的な感じでいいんちゃうかなっていうね。いいと思います。なんかね、試してみるのもいいですね。その通りに。そうなんですよ、そうなんですよ、やってみないと分かんないっていうことがまあほとんどなんで、本当にそうですね。そうですね、それでいいと思いますけどね。せっかくね、あの行かれてる、 ね、これから行かれるんやったらね、そのまずその、ね、そういうところにお願いするっていうこと自身がやっぱりその何かを変えようとか意識高くないと、やっぱりそういうところにねお金出して行かないと思うんで ね、まさにそうです。本当にうん、いいと思いますよ。これからだと思いますよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ミカさんはどうでしょうか。はい、はい、おはようございます。おはようございます。はじめまして。質問もあるんですけど、はい、今ちょっとお話しされてた内容で、インスタの、あのクラブハウスのインスタの更新の仕方。あ、知ってはりますか。あね、いろいろや触ってて自分の消してしまったっていう。あれほんまやない、ね、あ今入れます自分も。あ、ほんじゃ消したりもできるっちゅうことですよね。ほんでね、一旦ログアウトする状態になるみたいですけど。そうなんですね。自分のプロフィールのところの、はい、上の歯車、あ歯車、はいはいはい、で名前のところをタップすると、あー、はいはいはい、出てきました。あ、だから一回外すっていうことですね。上書きするっていうか、一回外してもう一回アドなんとかでやるっていうね、はい、でユーザー名とパスワード入れると。はい、あ、じゃあチェリーキさん、それは今すぐできるんじゃないですか。なんかできる、できますか。見てみたいなと思って私もね、はい、そうですよ。チェリーキさんの見ていただきたい。そう、なんかあの空中戦でやるのはちょっと難しいんですよ、やっぱり。こんな感じでとか。ですね、本当ですね。わ、すごい、ありがとうございます。あ、これ自分もわからなかったので、そう今調べました。ありがとうございます。まあ、くれぐれも僕のを見ても参考にはなりませんよっていうことです、ね。いや、たくさん何でもできはるから。あ、でも ね、SNS 何でもありですよね。ねえ、もう楽しかったら。ね、でもやっぱりまず知ってもらおうと思うと世界観が統一されてる方が圧倒的有利は有利だと思いますよね。そうですね、うん、なんかやっぱりクラブハウスやってたらみんなインスタに飛ぶんでね、このね自己紹介見ながら。そうなんすよ、そうなんすよ。もうほんま僕もどえらい目に遭うことあったからね、やっぱりね。え、どえらい目ですか。いや、その僕何も考えてないじゃないですか、インスタなんかね、その、はい、でクラブハウスやるようになって、まあリンクがツイッターとインスタやから、まあ貼ったらみんなインスタ行くとね、はい、初めて会う人とか、はい、その時にたまたまほら女子に変わるアプリあったじゃないですか。ああ、ありますね。あれにほらチェリキさんとやってたじゃないですか、その女子になるアプリ可愛いって。わかりました、わかりました。あれにめっちゃ凝ってる時やったんですよ、はい、だから球面全部それになってる時やったんですよね。で、あ、タタさんトータルブランディングデザイナーとかに、あ、インスタありますとか言っていったら、もうその女装になってるやつがいっぱい出てきて、こいつこういう癖があるのかっていうね、めっちゃびっくりしました。癖あるのかと、あ、みんな行かないでくださいとか言いながら言うたらみんな行くじゃんですか、余計ね。そうか、世界観を出さなあかんねんなみたいなね。ねえ、そう思ったら、うん、でももう多田さんとこ世界観出てますもんね。もう僕自身が世界観ですからね。ねえ、そう、まあそれはもう認知ね、まあ僕の周りでは僕っていうのをね分かってくれてるけど、はい、まあそんなクラブハウスなんか行ったらね、こいつ誰やねんっていう、この金髪は誰やねんって話になるから、うん、
あ、そうか、それはちょっと考えなダメですねみたいな考えなダメですねみたいな感じでねありがとうございますミカさんね、ありがとうございます。私もこれをインスタ入れ直しました。あ、ちょっと見ます。そうか、でも全然一旦昔やってたのをこれも私今新しく作り直した方で、へえ、やっぱりそのビジュアルでイメージ統一したくて、あ、作品をやっぱもっと載せたいんですけど、まだちょっと途中になってるんで、はい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 、更新ができてないなと思いながら、結構載せる前まで考えちゃうんですよね。あ、中途半端なの載せたくないなっていうのがどこかにあって、ありますね、ありますね、あります。それでちょっと止まってるっていう感じですけど。あ、そうなんですね。これから、はい、あ、ま、これからですよね。せんでます。じゃあ自分からちょっと見に行ってインスタフォローさせていただきます。ありがとうございます。ちゆきさんアドレスだけ書いてるっていうね。もう最悪、これをあのなんかこっから言ってねみたいな。こっちもクラブハウスもフォローさせていただきます。あ、ありがとうございます。え、ちゆきさん、そのちゆきさんは今皆さんフォローしに来ました。いや、そのインスタの再リンクは難しいんですか。ね、なんかね。うん、認証番号入れてくださいとか、なんか、ああ、いっぱい出てくるんか。そっか、そっか。二段階セキュリティにしてるんですよ。ああ、そうなんですね。そのあたりもややこしいんで、そうなんです。おじ猫さんニューで探してくださいということですね。もう皆さんフォローします。アナログで探してくださいというね。フォローもお願いしますということで。おじ猫さん。ちょっと質問、はい、どうぞ。質問が、はい、さっき iPad のお話されてたので、はい、あの私もタブレットとペンをすごい今欲しくて、これから買う予定ですけど、そのどれを ありすぎてどれを選んでいいかがすごい分からなくて。あ、分かる。それは、はい、Apple 社の iPad ですか。あ、違う会社のタブレット。全部を見てたんですけど、やっぱりまあ Mac も iPhone も持ってるし、iPad がいいかなっていうところまではまだでも決めてはいないんですけど。あ、でもそれだったら完全に iPad の方がいいと思いますよ。ああ、もう絶対やっぱ逆だ。他のだとなんかね、ストレスになっちゃいますかね。まず、まあ他のタブレットも僕も使ったことないんで、でもその、はい、操作性ってっていうの、その連携性ね、連携、はい、iCloud で連携したりメモが使えたり、はい、写真がこう共有できたりとか、はい、それはもうやっぱ iPhone とは Mac と iPad でぐる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 共有できるんで、そうですよね。でプラス Apple Pencil がやっぱり書きやすいんで、まあ、それならまずそこから使うっていうか、でそれが使いづらかったらもう他に行ってもいいんですけど。なるほどね、やっぱまずはやっぱ iPad 使うのがおすすめじゃないかなというね。なるほど。例えばね、なんかはい、Kindle とか電子書籍読まれたりします、はい、最近は読んでいないですけど。あ、うん、あ、あ、あ、はい、これね、iPhone で読むじゃないですか、はい、はいはい、で iPad にも Kindle 入れてたら、はい、次 iPad で読むとき読んだ後から読めます。そういう連携もあるからね、その同じ。なるほど。便利。うん、便利です。やっぱ共有っていうところが一番大きいですかね、なんかね。ね。連携ね。うんうんうん。そこはめっちゃ便利です。メモとかね。はいはい、うん。そうですね。どれで開いても。どれで開いてもなんで、今ももちろんこの番組やるときも活用してます、うん、そのメモはね。iPhone でメモったやつを今もこう Mac にパッと右に出しながらそれを使ってるみたいなね。はい。だからこれ今録音してるボイスメモは当然ながら iPhone にも Mac にも同期されるんで、うん、iPad で撮ってますけど、この後 iPhone、 Mac でビュッて編集するというね。はい。それが一番便利なところですかね。iPad と iPhone とでクラブハウス両方ログインできるんですよね、確か。iPadともはできるんすかね。僕は最初の頃からしかやってないんですけど、多分なんかアドレス帳からしか行けないから、僕は iPhone しかからしか行けないんかなと思ってたんですけど。そうなんですね。誰かがね話されてた記憶が。そうですか。
アカウント2つ作れるみたいな。へえ、ちょっと間違ってたらすいません。あのひょっとしたら今は招待制じゃなくなったからできるかもしれませんね。昔招待制の時はあの電話帳のアドレス帳からしか行けなかったんですよ。なんかだからそこに登録してないとできないんで、まあ電話だからその時にその電話の SMS にピュンと飛んでいったりするから、それが使え、それがもう招待制じゃなくなったか、今はひょっとしたら登録だけできてアカウントさえ作れば両方できるのかもしれないですね。はい、そこはねちょっとあんまり よく分かってないけどね。あちなみにもあと話戻りますけど、うん、iPad プラスの Apple のペンだと、うん、このペンのね書き味、うんうんうん、の書き手応えって何ですか、うんうん、手触りというか書き味はね独特ですよ。あのなんかそういうこういろんなペンとはまた違うアップル独自の書きやすさあると思います。はい、鉛筆とか普通のペンアナログのペンの感覚ともまた全然違います。もうちゃう、それは確実にやっぱちゃいますけど、あの、はい、デジタルはしてないですよね。なんかね紙に書いてる感じぐらいのなんか感じはします。なんか紙に書いてるちょっとこう温かい感じというか柔らかい感じっていうか、はい、これは何とも言えへん。あのおすすめですね。やっぱりその書くんやったらやっぱり iPad で書くんやったら Apple Pencil がいいんじゃないかなって。ほんで先がやっぱり細いじゃないですか。はいはい、だからそのなんか先になんかなんかなんちゅうですか、なんか丸いのがついてたりとかなんか変なするやついっぱいあるじゃないですか。なんかあるんですますよね。あれは書きづらいと思います。やっぱこれほんまにペンの先尖ってるからどこ刺してるかもわかるし、で書き心地もものすごくなんかソフトな感じでいいんで、アップルペンシルですねやっぱり。おお、じゃあやっぱそれ買おうかな。イラストをね、なんか LINE のスタンプとか作りたくて。おお、いいですね。いいっすね。ね、ね、大量生産するじゃないですか。うん、ね、手書きでいちいち取り込んで、あ、まさに。私それでした。1回目手書きで書いてね、スキャンって取り込んで、で色つけてね。そうなんです。大変ですよね、それね。周り聞いたらみんなね iPad であの書いてやってるって言ってました。はいはい、いやそうね、うん、修正とかね便利ですよね。そう、ね、それもあるしね。そうですよね。分かる。 iPad と Apple Pencil がおすすめというね。おお、もうそれ一択ですね。まあ、まあ他を使ったことがないというのね。もう一択しか出てこないというねことなんですけども、ね、アップル大好きです、ね、ほんまにそういう感じなんですけども、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いや今日はもうあっという間に2時間経ってしまいました。いやすごいですね、2時間ですよ。ねえ、よく持ちましたね。ね、僕ほんまあの今日2人やし、まあ、1時間ちょっとぐらいでいいかなと思ってたんですよ。いや出ますよ、いっぱい。やっぱり話しますね、やっぱりね。やっぱ2時間になります ね、ということでね。楽しかったですね。楽しかったです。はい、マジュアさんもミカさんもありがとうございました。ありがとうございました。はい、あのね、はい、この番組はあの毎週水曜日からね、はい、まあ、時間はね、はい、8時半ごろっていう感じなんですけど、はい、もう毎週水曜日にこの時間にやってますんで、もしまたよかったらお越しください、はい、ということで、ぜひぜひ、ね、はい、来週はもう一人のねあのデザイナーが3人でやってるんで基本は、はい、そんな感じ。あれ、ね、あ、めっちゃ忘れてた。え、めっちゃ大事なこと一番忘れてた。オープニング忘れてますね。忘れてました。じゃあオープニングいつもオープニングをエンディングにしましょうか。ええエンディングに、はい、エンディングにしましょうね。どう、はい、どうしましょう。だからもうおはようございますって言って、はい、アナウンスして、はい、でちぇゆきさんに英語のアナウンスやってもらってでそのままエンドルームにするという新しい試みしましょうか。あ、いいんですか。ねえ、英語読むんですか。私が英語読みましょうか。英語読んだことないですよ。あの英語どうします。英語もしも読めるのでしょうか。英語
めっちゃ難しいってなったら僕言ってもいいですけどね。あ、本当ですか。どうしましょう。英語難しい。チャレンジしますか。じゃあ一回チャレンジします。あ、一回チャレンジしましょう。やっぱりね、はい、みんなの笑いとなればいいなと思います。そうでしょう、やっぱりあの全国にねチェルキファンダーやっぱおるんで。いやー、これはえ、これはい、わかりました。じゃあそのままあの流れで、はい、ずっと行ってもうさようならまで行きますんでね、この感じで。はい、ね、皆さん、じゃあちょっとありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで初のエンディングということで、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます、田田健二です。おはようございます、チェリユキです。この番組は毎週水曜日だいたい8時からトータルブランディングデザイナーの田田健二とおじねこさんの生みの親のチェリユキ、グラフィックからウェブまでこなす新人デザイナーのゆりの3人のデザイナーがデザインのあるあるや仕事についてゆるーく語り合うトーク番組です。時間があればオーディエンスの方からの質疑応答タイムも受け付けますので、お気軽に挙手してください。今日のオープニング曲はウェブさんで、Why Did You Go Away でお送りしました。どうぞ。で、はい、 This is a talk show where four designers Kenji Tada, a total branding designerチェリユキ、the creator of おじねこさん and Yuri, a graphic designer, a web designer discuss various things about design and their work. Yeah! イエーイ。いけてた。いや、もうあのもうこのまま終わろうかなと思ったんですけど、やっぱりここはやっぱりねちょっとやっぱりコメントしようかなというね。ありがとうございます。もうやっぱりあのちょっとやっぱりチェルキさん、やっぱりデザイナーってちょっとやっぱりちょっと息に入りましたね、やっぱりね。あのね、デザイナーはちゃんと読めるからちゃんと発音よくしようと思ったんで。やっぱりデザイナーはデザイナーって言ってましたね、もちろんね。やっぱり自分もデザイナーだからね。デザイナーじゃないですよ、デザイナー。デザイナーね。今日こういう感じで今日はお送りしました。ということでありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんまた来週水曜日に、はい、また皆さん、はい、ありがとうございました。エンドルームとさせていただきます。ありがとうございました。私は見